どうも、ハイチです。ですね、今外なんですよ。多分皆さんにはね、声だけの放送になってると思うんですけど、今日ですね、会おう会っていうオフ会、プチオフ会みたいなやつを東京と埼玉2つで計3つですね、やってきまして、で今夜の帰り、最寄り駅からちょっと自分家までは遠くてとぼとぼ歩いてるんですけど、ちょっとね、いろいろこう溢れてた気持ちを早いうちに動画に撮っておきたいなと思って歩きながら歩きながらね撮ってます。ちょっとグダグダになると思うんですけどね、よかったらお付き合いください。はい、ということでまず会おう会がね終わりまして、まず参加してくれた方、そして今回はちょっとね募集人数を超えてしまったので抽選になりました。あ、車来るね。はい、ということで参加しようとしてくださった方もね、本当にありがとうございました。なんかお家の中から笑い声が聞こえるけどまあ今回こうやってね、まあ前も一回大阪ではやってるんですけど、行ってやらせてもらって、なんか改めて、こう YouTube やってきてよかったなとかって、まあ、そういう思いもありますし、車来るねあとはもう素直に本当にありがとうっていう気持ちが溢れ出てて、これね普通に道で話してるからさ、田舎道なんでね、あんま車通らないんですけど、なんかやたら通るの、ごめんごめん。ありがたいなっていうのをすごく感じました。で、基本的に人って嬉しい気持ち、例えば好きな人と過ごした時間とか楽しかった時間っていうのは、その場はねすごいテンションが上がるんだけど、そういった感情っていうのは薄れていってしまう。嫌な思いっていうのは残りやすいんだけど、嬉しいものはねこう風化しちゃうって言い方はあれだけどさ、薄れていっちゃうんで、だからこそそう気持ちをね、今家に帰ったらさ、子供の寝かしつけが待ってるんでそう撮ろうと思って喋ってるんだけど、なんか改めてさ YouTube、6年目5年以上やってきまして、で今自分ありがたいことにこうさ、はい、先生って先生先生って呼んでくれる子がいて、だって先生じゃないじゃん別に学校の先生でもないし塾の先生でもないから、でも先生って慕ってくれる子がいて、好きですって言ってくれる子がいて、分かりやすいって褒めてくれる子がいて、成績上がりましたって先生のおかげですって言ってくれる子がいて、なんかやっぱ改めてすごいありがたいことだなって、恵まれてるよなっていうのを感じました。今日手紙とかさプレゼントとかもいっぱいもらったんですけど、それをね帰りの新幹線で今読んできて、何個だ3つ読んだぐらいで、あこれ泣くやつやって思ってやめて、今家帰ってから読もうみたいな感じのとこなんだけど、YouTube 始めた頃なんかさ、勉強なんて流行るわけがないとかさ、たくさん言われてたけど、でも絶対必要になる時が来る。そのために自分が納得するもの、これならみんなに見てもらいたいって、その当時ね、今さ振り返ったら初期の頃なんてもひどいんだけど、でもその頃はそれが精一杯やって、で続けてきて今ここにいるからさ、はい車ごめん、もう一度行く、ちょっと待ってね、あ、止まるんかいそう、でもうごめんね、停車するんで突っ込まれるかと思ったわ。そうそう、どこまで話したっけこれ編集するつもりがないからさ、やばいね、まずいまずい。そう、まあなんだ、続けてきて、まあ継続は力なりじゃないけど、まあもちろんね多大な運もあったと思う、運要素も大きかったと思うんだよ、自分がここにこうやって今ねこういう立場でやらせてもらうとここまで来れたのは。でも、頑張ってよかったなってすごい思わせてくれる。やっぱりそういつもこの5年間ずっと変わらなかったのは、いろんな人が批判をしてきたけども、
先生の存在が必要ですって言ってくれる。もちろんね、昔なんて本当に多分両手で数えられるぐらいの方だったけど、いつも見てくれてるみんなが、まあ、正しいよっていう言葉を使うわけではないけど、まあ、自分の活動、この活動が、うん、まあ、正しい、うん、そうだね、俺にとってはいいんですよ、それでいいですよ、頑張って続けてくださいってやっぱり言ってくれてたんだろうなって、うん、っていうのをすごい、うん、ずっと思わせてくれて、だから見てくれてる、まあ、俺はユーザーって呼び方をしちゃうけど、みんなのことを使ってくれるからね、動画をユーザーのみんなが支えてくれてここまで来れたんだなっていうのを改めて思いました。はい本当にありがとうございます。授業ってね、いくらでも手抜けるんですよ。学校の先生でさ、すごい分かりやすい先生もいれば分かりにくい先生もいるでしょ。で、分かりにくい先生の中でも一生懸命の先生もいるわけ、もちろん。でも、まあ先生が忙しいっていうのはもちろんね、分かるんだけど、でも授業って本当手抜けるんだよね。うん。だから俺の授業動画も手抜こうと思ったら抜けるんだよ。けれど、もし一本でも手をね、抜いたものを取ってしまったらきっと俺ダメになっちゃうと思うんで、そう。俺自身がね、こだわりがなくなってしまうからそこに。ただ、100点のもの。だって授業って100点なんてないじゃん。この授業完璧ですなんてないから。だから、いい意味で妥協は必要。そのために、いつも自分の中で80点以上のもの、授業としてね、をつけれるものまで持ってこうって、それがいかなかったら取り直しをしようって思って、まあ2300本ぐらいなのかな、多分。まあもちろんダラダラ賞とかもあるけど、取ってきた感じですね。はい。いや、わかってる。何が言いたかったんだろう、よくわかんなくなってるけど、うん。本当にありがとうございました。ありがとうございましたっておかしいね。過去形になってるね。ありがとうございます。うん。他の YouTuber さんみたいに、ボーンっていう盛り上がるようなことは何もできないですけど、でも、テスト勉強とかさ、受験勉強、普段の授業でもそうやけど、困った時に、ちょっと力になれるような、そんなね、勉強動画、これからも撮っていきますんで、どうぞよろしくお願いします。はいごめん、締めがちょっとね、あの着地時点が見えなくなってきたんで、この辺で終わります。これからもよろしくお願いします。それじゃね、バイバイ。